私はちょっと今日の公演からツイッターにも書いたんですけど、新しい曲をなんと追加したんですよ。だから本当にみんなに見てほしくて、まだ見てない人には絶対に DMM で見てほしいんですけど、お疲れイフトありがとう、あはーいって来てくれた人いる。楽しかったですよね、新しいセトリ。今のところまだネタバレがない。ハートありがとう。衣装も新しくして、衣装はまあツイッターに載せたんですけど、あのチーム G の逆上がり公演で使ってた衣装なんですけど、まあ、いろんな衣装候補あったんだけど、この新しい曲追加するタイミングで衣装変えたいなって話してて、いろいろ試した中であれが一番か、可愛い曲とちょっとセクシーな曲とって、いろんなしっとりな曲とっていろんな系統の曲あるから、意外とあの衣装何でもあり何にでも合っちゃうなって思った。やってて今日新セトリめっちゃ良かった。 DMM でも最高でした、最高でした、ありがとう。懐かしくて泣きそうになりました。おー、でもその気持ち分かるかもしれない。私もレッスンの時泣きそうになったもん。初めて立ち会えて感動だったよ、最高最高。そうですね、今日変わるとはねみんな予想してたかな。でもニャンニャンでレッスンやってて、メールとかストーリーとかで書いてたから、もしかしたら感応鋭い人はちょっと、もしかしてって思ったかもしれない。昔の AKB ファンがハマるやつ、なんかツイッターの反応もすごい良くて、昼公演の時ってだいたいツイートが本当に少なくて、もう泣き泣き涙なんですけど、やっぱみんな新しい曲とか新しいものがあるとみんなつぶやいてくれるんですね。あの曲やりたかった、そう、私がずっとやりたいって言った曲で、アイナもずっとやりたいって言った曲も1曲入ってて、3曲追加したんですけど、本当になんか懐かしい気持ちになるし、昔の AKB を思い出すっていうのも分かるし、泣けてきちゃうっていうのも本当に分かる。あの衣装の色カメラ映りいい気がする。おそういう目線で見てくれてるんですね、嬉しいです。でも私もそう思いました、多分あのね、わかる、映り良かった DMM、 なんでかわかる、私この首元がスッキリしてるから。このデコルテスッキリした洋服って顔周りスッキリして、ちょっとね、小顔効果あるのか、まあ、漏れます。夜声見るね、見てね、見てほしいです。鈍感です、鈍感なぐらいがちょうどいいよ。あんまり敏感すぎると気づかなくていいところまで気づいちゃって、勝手に傷ついて、勝手に悩んで、勝手に抱え込んで、いいことないよだから鈍感ぐらいがちょうどいいんじゃないかな。私は多分鈍感です。あの衣装好きだったからめっちゃ嬉しかった。嬉しい、あの衣装好きって言ってくれる人いたんだ、嬉しい。私も個人的にはすごい好きだったけど、ファンの人の反応は全然分かんなかったな、好評なのかとか。でもあの衣装メンバーからは意外と好評なんですよ。なんかアイドルしてないんだけど、でもやっぱミニスカっていうだけで可愛らしさあるよね、みんなの大好きなミニスカ。やばい、私のさっきの話にめっちゃ刺さってる人いた。
今日漏れてた。何どうしたって、何があったって。ラスト今日1曲聴いて思わずガッツポーズしちゃったって。ガッツポーズしちゃう曲って何だろうね、何だろうね。みんな楽しみにしててください。見てない人、見れない方もアーカイブで見てください。絶対今日、今日は夜更かしです。日曜日だけど夜更かしで見よう。 DMM 多分一回見たら見ちゃうと思う、最後まで。自信満々。ミニスカート良すぎますねって。かわいい、ありがとう。フレッピーハートもありがとう。星2週間了。私もあの衣装大好きってね。なんかあんまりない感じだよね。 NGT にもない今までなかった感じの衣装だし、ホッティとグレープの中でもなんかどちらかというとジャンヌダルク気味じゃない、ジャンヌダルク寄りじゃないですか、系統が。多分あの衣装でジャンヌダルクやってたことあると思う、なんか公演、特別公演かなんかで。だるまたくさんありがとね、ありがとね、たくさん指を使ってくれてカラフルにありがとね。いいよ来なくて、マジでマジで来なくていいよ。ななみんが来てくれた。うちのちょっとあんまり近づいてほしくないナナミンが来てくれた。この距離を保ちたい。クッション分保たないでください。え、この距離めっちゃいい、この距離感。じゃあこれでいきます。これ以上ちょっとね、ひどい。あ、めっちゃいい、遠い、ね、遠い。でも画面に映る。かわいい、かわいい、ナナミちゃん、ありがとうございました。え、すぐ行くじゃん。なんで行かないで。行かないでよ。なんで行くの。かわいい。行かないで。おい、大塚ななみ。おい、大塚ななみ。出演時間短すぎだろ。何か。出演時間短すぎだろって。それみんなに言ってるから信じてない。言ってない。ななみちゃんレニアのこと大好きなんです。かわいいよね。朝おはようございますって言って絶対に近くに来てくれるんです。お笑いエースななみん滑りまくった。ななみちゃん今日めっちゃ滑ってたの。誰もいないじゃん、みんなメイクラブにいる。全然滑ってたの知らなかった、ちょっとちゃんと聞いてなかった。愛おしい後輩やって、愛おしい後輩。でもななみちゃん後輩会がないんで、後輩感がないんですよね。年上の後輩絡みづらい。や、全然絡みづらくないです。今見てもらえば分かんないと思うんですけど、全然絡みづらくない。ななみちゃんは本当になんかなんて言うんだろう、距離感がすごい近くてめちゃくちゃ話しやすい。全然気使わないです。ななみちゃんわかんない、めっちゃ気使ってくれてるかもしれない。いつも元気だから、もしかしたら家帰って疲れた、今日もレーナー先輩にめっちゃアタックして疲れた、頑張ったって思ってるかもしれない。ななみのギャグ、七味のギャグやってもらいましょう。あ、七味のギャグ知ってるよ。七味のギャグ知ってる。え、今日さ公園滑ったのめっちゃ。え、実際どうなの、気にしてんのそういうの。いや気にしないわ。あ、初期の頃 MC で滑ったらめっちゃ気にしてた。ほんとですか。泣くほど気にしてた。泣いた方がいいよ。泣いていいですか。じゃあいいよ。次滑ったら、次滑っ
泣いたらちょっと困るわ。いやここで泣こう。いやめっちゃ困るわそれは。何で滑ったの今日。なんか滑ってないです。いや再現して一発ギャグしました。七味の。うわーかわいそうじゃないわ。納豆と滑った経験ありますか。いやめっちゃあるめっちゃある。よくあるよ。私めっちゃ空回りするもん。よく MC で滑るイメージない。人数が多ければ多いほど空回りしちゃうタイプだから。最近はユニット公演だから割と大丈夫かもしれない。ななみちゃん滑るのはいつものことだからって。今日緊張しました。めっちゃ緊張してた。え見てた。見てましたよ。緊張したの伝わなかった。一曲目はへぇ、でも全然最初だけ本当デーンって出てきた時で間違えたの。1曲目の1発目めっちゃ一人でなんかステージの山台から始まるじゃん、はいはいはい、なのにステージ袖にカーテンに直前までいて、でも大丈夫でしたよ。ダッシュで行った。あちょっと私だけ怒られてたから。そこはちょっと見ないでください。えレイニアさんってすごいですよね。なんかミスこれ言っていいのかな。ミスをミスと思わせない、うん、ミス言うな。ミスはでもミスしてないけど、ミス本当にごまかすの上手。ごまかす。いやあのね普通のミスしてって顔はしないって決めてる。えでも本当それすごいと思う。そこはやっぱりねすごい意識してるね。ミスするから私。いやしないです。ミスしてああってなったら次もういけなくなっちゃうから、もう切り替え大事。切り替えだからミスしたらそっとしておいてください。気にしてるんでめっちゃ。そう気にしてます。帰っても、うん、やだ私。面白すぎ。帰ってこれだからで、ね、だから本当に気にしないでください。一人でこう消化してるんで気にはなると思いますけど。今日夜ご飯なんだろうね。昼ご飯どっちにした。お肉と私食べてないんですよ。あ公演前食べない派だっけ。 あんまりだから今めっちゃお腹空いてます。早く食べない。なんだと思います。まだ来てない。私はうどん。うわうどんめっちゃいい。なんかお腹に優しいの食べたい。確かに胃もたれしてる。なんでかっていうと昨日ガーリックたっぷりのステーキ食べたから。全然関係ないけど。だから胃もたれしてて実は辛いっす。でも胃もたれも気づかなかったでしょ。いや気づかない。胃もたれはさすがマジレスされた後輩に。いやさすがに気づかないっす胃もたれは。まだどっか行っちゃった。ななみちゃんのさなんとかすっていう喋り方が好き。いやチャスアッソスアデネスみたいな適当な喋り方大好き。ゆめちゃんも結構そういう、ゆめちゃんって久しぶりに言った。ゆめもそう結構そういう喋り方なんですけど、私はそういう喋り方の人好きなんですよ。なんか可愛くないですか。なんか後輩感っていうか、なんか話しやすい。え今日カルビ丼だった。なんで知ってんの。カルビ丼とはらこ丼、鮭といくらのったご飯、どっちにしたと思いますか。もうこんなのね私のファンの人なら一発で分かりますよ。まあ、昨日肉食べたんで、まあそうですね。いやーほんとガーリック食べたのはほんと後悔。もう一生公演の前日に食べないと決めました。はらこ正解。当たり前にはらこです。取られないように名前書きました。取ってリニア可愛いですね。だって初見さん嬉しい。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、もたれつら。胃薬飲んだんだけどな、まあ、持ってくればよかったな。今日も飲んでない。昨日飲んだ。しかも新しい衣装、結構ピチッとした衣装だから、なんか胃もたれプラスなんか締め付け感でもなんかもう抱きしめられたらって感じでした。気持ちはね
歌はちゃんと歌えてたけど気持ちはうー苦しいって感じだった。でも分かんなかったでしょ。だからそこはプロなんで終わってもすぐ脱いで、あーすげーレッスンギクしか勝たん、なんかやばい、語彙力なさそうって絡みづらそう今の会話の流れ。全然わかりませんでしたでしょ。これ分かってたらね本当にやばい、私アイドルとしてやばいもしバレてたら。いや政治ジェニーは今日芋たれしてね、芋たれ顔じゃねって言われたら私もうステージ立てません。それはもしバレてたら、多分もしステージ上で出しちゃってる、出しちゃうとしたら多分こういう顔になります。大人れーしゃぼくで、ちょっと前かがみだと思います。でもそれを心の中で抑えるのがアイドルだなっていう意識を持って、そういうプロ意識でステージになってます。すごいねってでしょ、嬉しい、分かってくれて。ガーリックの抱きしめられたらやだな、めっちゃやだなそれ、めっちゃやだな。抱きしめられたらガーリックシューしたらめっちゃやだな。いやでも私だあのしてない、そんなガーリックシューしてないです。あのニンニクがついてたんですけども全部はけて食べたんで、ちょっとはお肉に味ついてたけど、やっぱステーキ苦手私。あのねステーキあんまり小さい頃からそんな好きじゃなくて、なんか胃がちょっと苦しくなっちゃうんですよ。最近はもう胃もたれに変わったけど、胃もたれはもう19歳ぐらいで覚えました。私18歳、高校生の時から胃もたれ覚えてたもん。レニア推しになるかもだって、この配信見てレニア推しになるかもだって。こんなアイドルの裏の話をしてたのに嬉しいありがとう、夜公演見に来てね。あ、だるまありがとう。夜公演行くからいっちゃんのスタイフルねだって、嬉しい、ありがとうございます。レニア推し祭がやっぱりね、何年経っても自分の推し祭カラーを見つけると本当に嬉しいんですよ。頑張れるし、だからチャペンライトが少ない日はやっぱり普通に悲しいし、多いと嬉しいし頑張れるし、やっぱりみんなのその何気なく振ってくれてるペンライトとかが本当に嬉しいです。STU 2期生全員昇格、おーおめでとうございます。大好きな人幸せになれ、海に向かって大声で叫んだ涙がつっ止まらない。STU の曲好きなんだよな。今日の夜会レニア推し入ります、あ、待ってます、嬉しいです。8月1日来て、まあでもなかなかね今遠くから来るの大変なんだもんね。え、胃もたれ顔してた私。いやショールームではいいんですよ、ショールームでは全然全然胃もたれ顔で全然配信します。ショールームはもう素をさらけ出してるので私。
今何時だろう。誰か携帯見せてください。48分。5時間だよ。48分ありがとう、教えてくれて。いや早く見てほしいな。声が当たんないのか。当たんないのか。でもさ、当たる人って本当に当たるん。そんなことだらちょっと傷をえぐってしまうか。でも当たる日を願ってます。喉越し一番塩ラーメン。違うわこれ、なんだっけ。なんだなんだ、うどんでした。うん絶対知ってたでしょ。知らなかったです本当に。で、あのキツネとかき揚げどっちがいいですか。どっちでもいいよ。やめてよ、なんかショールームで先輩から選ばなきゃいけないみたいなこのなんかアピールして。全然違うし、好きなの選べばいいじゃん。そうやってしないからさ、マジでさ、そう見えちゃうじゃん。なんか横になったやめてよ。横になった。なんか牛カルビはもしあの2期に取られたら、あ、ちょっと腹子丼がいいって言ってたかもしれない。それだけ。じゃあどっちもいいんですね。どっちもいい、ごめん、ありがとう。おにぎり先取っちゃいましたけど。ねえ、いくらそれ。どうです。いくらじゃないですよ。すじこ天分。うわー、それがよかったわ、食べられた。バイバイ。え、本当にどっちでもいいですか。どっちでもいい、マジで。近くて言ったら、いやいや、本当にどっちも大好き。どっち、あったかいやつ。冷たいやつ。冷たいかも。ではバイバイ。ななみちゃんがさ、ちょくちょく来てくれるのめっちゃ可愛いんだけど。ななみちゃん以外みんな何してんのかな。ねえねえ、さっきから画面が縦になったり横になったりするね。これはね、もう携帯が熱くなってるわ。ジョイ楽しかった。あ、ジョイ楽しかったって。もう行っちゃった。仲良しって、仲良しなのかな。ね、また横になった。ちょっとこれもうダメなんじゃないの。あ、違う、こうか。すごい、普通にいるように見えません？こうしたら、え、すごい、画面上めっちゃ普通だよね。きつ、それで OK 言われましても、めっちゃきついんだけど。あ、これでいけるわ。あ、治んないじゃん。来た。ね、その状態で何かを飲んでっていうさ、すごいさ、振りあるけどさ、そんなバラエティみたいでさ、体張れないよ、ショールームで張らないよ。ステージでやれって言われたらやってたかもしれない。治りましたね。ということで、でもそろそろ時間かな。なんかさ、みんな何してんの。めっちゃ静かなんだけど楽屋。なんで私楽屋こう一人で喋ってんの。ななみちゃん走ってきた、かわいい。走ってきた、走ってきた、かわいい。めっちゃ遠くにいたでしょ、今。今、チンしてたんですよ。かわいい。めっちゃ遠くから、はいで、小さい声聞こえてきた。だって、ななみちゃんしか来てくんないんだもん。私ってレイヤーさんも好きです。私って、本当好きですよね。私ってレイヤーさんのこと。
かわいい。私ってレイナさんのこと結構好きですよ。いやそう思う、マジで。なんかそれ思います、うん、なんかそれがなんか出過ぎててちょっと引く。おいおい。いやでもななみちゃんだってみんなに言ってんだもん。え、言ってない。でもななみちゃん以外来てくないよね。夢ほらね、かわいい。みんな休憩中か。いないよね。てか楽屋めっちゃ静かでビビるんだ。誰もいないです。かわいい。めっちゃ遠くにいるのに来てくれるななみちゃん、かわいすぎ。あいなえ、そういるの。なんかめっちゃ静か。私が配信してるからごめんね、みんな。違うよ、普通に。さっきまでそっちにいた、で今あっち行って、さっきここに来た。いや、あっちもこっちもそっちもわかんないんだけど。さっきあっちにいて、で今あっち行って、で今こっち来た。行った。やばい。ルーモ。ん？やばいじゃん。ショールーム好きだよ。こうなっちゃうの初めて。うん。もっと近くで見せたいな。思ったより可愛くない。チンパンジーすぎ。あの乾燥しすぎるとさ、あのこうなっちゃうの分かんない。私これは直さないんですよ、いつも乾燥でこうなっちゃうの。歯にくっついちゃうの。多分それ私のね、映った。アイナがよくこの状態で話してくるんですよ。そんなの映っちゃうじゃないですか。映んない。最初突っ込んだんでね、アイナなんで直さないのって。うん、本当に直してやめてほしいってしたらなってたね、自分が。乾燥やばい、今日。わかる、乾燥やばい、カピカピ口の中、うん、めっちゃ眠くて、でも寝たらさ、うん、顔が寝た顔になると思って寝なかった。えらいじゃん。あいには夢しの時毎回寝てたよね。夢しの時毎回寝てたっけ。毎回、いや15分前でも寝てた気がする。マジ寝たかも。時間があれば寝てた。寝た。ユニット公演になってから寝てないね、あんま、うん、公演中寝ないように。私はマジで寝ない、寝ない派。そう、同じく顔が眠る顔になっちゃうから。ビスの時めちゃめちゃ寝てたやん。ビスイベントの後の公演爆睡よ、あれは。信じられないぐらい寝てたやん。家かと思ったよね、うん、なって起きたらもう起こされた朝の、うん、7時間睡眠した時の顔してたよ。それはもうさ、そうだね、あの日は寝て眠かったね。あの日の声めっちゃさ疲れてたって言われる。マジで、うん、頑張ったのに、ね、疲れてたと思う、うん、思わない。頑張ってた、ね、うん、めっちゃ疲れて、裏では疲れたけどね、うん、寝たもんだって。めっちゃ寝てました。会話先よくない、メンバーと。結構されてけど。じゃあそろそろ終わりにしようかな。ちょっと新セトリね、めっちゃ好評だよ。まあ嬉しいね、うん、ありがとうございます。本当に嬉しい。やっぱファンの方反応がね、不安だよね、やっぱ一番、うん、めっちゃ緊張したけどね。めっちゃ嬉しい。夜もぜひ見てください。頑張るぞということで、あの髪型これから、うん、よかったよって、ありがとう。まだ見てない方ぜひ夜楽しみにしててくださいということで、皆さんありがとうございました。バイバーイ。